はようございます。釣り子 TV です。デプスのウェーブメンバー限定のものがいろいろ届き出しております。そんでね、これちょっとね、今年楽しみだった釣り竿ね、送られてきたので早速開けてみていきたいと思います。こんなね、コンパクトな入れ物に入ってるっていうことは、そう、コンパクトロッドですね。結構ね、こういう感じのもの欲しかったなあ、ったらいいななんていうのがね、いろいろ出てくるんですけども、これはねちょっと気になりますね。早速開けていきたいと思います。カッターで開けていきます。結構ねコンパクトロッドは好きだから、いろいろなメーカーのいろいろなものね買ってみたりしてるんですけども、デプスのあのエントリーモデルね、2ピースで結構便利だなぁなんつって、シーバスとかでよく使ってるんですけども、はい、こういう感じで、あーすげえ入ってます。あー袋がすごいねえ、わ、かっこいいな、こんな感じの袋でねえ、もうこれおお、所有感がねグッときますね。こういう専用の袋がついていてね、で、じゃあ早速出していきたいと思います。あ、おいしょ、はい、かっこいいな、これサイドワインダーエントリーモデルね、あ EMS554ML の 5.5 っていうことですね。こんな感じの袋に入ってます。早速ね、どんなか見ていきますね。まずはグリップ部分出して、おお、かっこいい、グリップ部分として、はい、さらにはい、出てきました。こんな感じでね、4本継ぎですね。あー、で、説明書もついてきます。これは取って、うわー、結構ね買いやすい価格なんですが、もうねこの装飾とかがね、もう超上位機種と合わせてきてますって感じがね。で、まあガイドとかね、そこら辺を比較的安いね、買いやすいモデルのものを搭載することによって非常にお求めやすいね価格っていうことで、じゃあ早速継いでいきたいと思いますが、 5.5 っていうね長さもいいなと思って、はい、軽いね、まず持ってみた感じでふわっとね軽い感じがあって、そして上がりなんですけども、こんな感じですね。釣り竿なんで、どちらかっていうとどうですかね、ファーストテーパー寄りな感じのテーパーですかね。こんなちゃんとしてるんだな。で、これがいいなって思ったのが、例えばあのフローターの釣り行くときね、基本はそんなに荷物積めないから、あ、ベイトタックルとかで持っていくんですけども、ただ出てみたものの、あれこれ釣れないな、どうしようかな、そんな時に、あ、やっぱりスピニング持ってくればよかったななんていう時に、この
コンパクトさですよ。これをね、ちょっと荷物で積んでおいて、こんなねコンパクトなんで、まあ、これどっかしまっておいて、スピニングだった、そんな時にひょいひょいひょいってついてね、こうついて、うん、こうかな、はい、完成っていう感じで、まあちょっとおスピニングのワームの釣りなんかも即座に行われるんじゃないかなっていうところと、あとはまあ旅先にね、まあコンパクトに持っていく電車とかで乗り継いでいくなんていう時にも、この手の、ね、短いやつがあれば、ね、バッグとかにしまってサクッとね、持っていくことができるんじゃないかな、ね、今年もねいくつかまあ仕事で出張とかがあって、でその時にマルチピースのね竿を持って行ったんですけども、おかげでなんとかね、見たことないエリアの新しい感じのバスねすることができたりしたんで、そんなちょっと旅先にね、持っていくなんていう時も、役に立つんじゃないかなと思ってね、買ってみましたが、思いのほかいい感じ。そしてね、パワーがですね、なんと2分の1オンスまで背負えるよっていうことで、まあ10ポンドラインまで、ラインも使えるよっていうことで、比較的サイドワインダーの、エントリーモデルにあるようなちょっと強めのねパワーなんですね。去年のやつはやっぱりパワーがそれぐらいあって2ピースでっていう感じで、シーバス釣りなんかでもねガンガンに使えたんですけども、これも2分の1オンスまで背負えるよっていうことは、結構ねいろいろなルアーが投げれるんじゃないかなってね、ワカサギベイトとかちょっとね遠くに飛ばして、あーシーバスすごいボイル起こってんだけどなんか釣り具なかったから、あそうだそうだこれが積んであったのっつってねやったら釣れるんじゃないかなと思って、そんな感じでね、いざという時に常備しておくと便利なこのスピニングっていうのはね、ぜひもんでいいんじゃないかなっていうことで、まあね毎年面白いですよね、まさかマルチピースロットサイドワインダーでね、買えるなんて思ってなかったんで、これはね注文開始ですよっていう時速攻でね注文ボタンを押しましたけども、そういうわけでウェブメンバーに入っていればですね、ね先着順とかでなくてこういう面白い竿が買えちゃったりするんで、ぜひですね、今年はどうしようかな入んなかったななんて、でも、気になるななんていう人はぜひね、来年なんか入るとまた趣向を殺した、これねスピニングですから、まあ、例えばこれのマルチピースの、ね、ベイトモデルなんていうの来たら、それはそれでまた欲しいなと思うんで、多分ポチッとなって買っちゃうんだろうなということで、まあ、こういう感じで専用のね、すごいかっこいい袋もついているので、これは便利だな、これはいいな、嬉しいな、なんか、でこう折り曲げてこうか、ね、こんな感じで非常にコンパクトにスタンバイすることができるんで、ちょっとねこれはまあ車とか、まあ、いろんなところにスタンバイして、使ってみようかななんていうふうに思います。今はねちょうどシーバスがめちゃくちゃね、釣れる時期なので、でまあ釣り竿でシーバスロットってボート用だと例えばワンピースのものとかばっかり持っているんですけども、ここら辺をまあねひっそりと忍ばしておけば、帰り道あーここいい感じ、あボイル起こってるなんていう時もねサクッと釣りできるんじゃないかな、まずはねそんな使い方から使ってみるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、というわけで、本日の釣り子 TV はこちら Depth のですねウェブメンバー限定で買える面白い、釣り竿シリーズ、ね、サイドワインダーエントリーモデルのですね、番手が EMS554ML5.5、これが家に届いてって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。